老師に命じられライブラのクロスを届けに来たシルバーセインとオピクスのシャイナ。シャイナは一路ポセイドン神殿へと向かった。こうなったらポセイドンを引っ捕まえて奴自身にアテナを救わせてやる。ポセイドンといえども所詮元は海将王のお坊ちゃん。何の戦闘訓練を受けたわけではない。このシャイナ一人で組み伏せてやるさ。いたね、ポセイドン。ここまでビッグなコスモがアテナ以外に。おお、たかが人間が神と戦うつもりか。はいと。兄弟無比なコスモ。我が矛を受けてみよ。アテナ以外から感じたことはなかった。どうかしてくれ。お前は誰だ。答えろ。カバリナ。カバリナ。どこか。カバリナ。まさしく海王ポセイドン。ジュリアン・ソルは完璧なまで神そのものになっている。お前の後に引き入ったセイントの一人か。我が矛を受けてみよ。ここまで来るとはな。カバリナ、カバリナ。早くしなければアテナが。カバリナサンダー。ならばアテナあの世で今こそ神の怒りを受ける。サンダー。この世の私はセイントだ。カバリナ、カバリナ。エミセイドが一瞬受けてみな。サンダー。見るんじゃないよ。ミナ、セイヤ、できたよ。私にもシルバーセイントの私にかかれば簡単さ。お前ごときの力で神に立ち向かうとは愚かな。体が動かない。金縛りにでもあったかのようだ。立ち去れ女。ここはお前のような者が来るところではない。私の技が一切通じていない。だがここまで来てオメオメと引き下がれるか。ポセイドン、お前に一矢報いるまでは。去らぬとあらば命を落とすことになるぞ。なんだ、今度は体中の力が抜けていくか。いや、力だけではなく全てが、命そのものが吸い取られていくようだ。あ、これが神の力か。セイヤ。海底神殿を支える7本のマンモスピラーもあと2つを残すのみ。一機が新王天を突いたことによって息を吹き返したシュンは南大西洋の柱へと向かった。そこを守護していたのはジークフリートが倒したはずのジェネラルセイレーンのソレントだった。バカな、あなたはジークフリートと一緒に。確かにあの時の光景を地上から眺めていたら、私がこうして無事でいるのが不思議だろう。あの時最後の最後で私の笛がジークフリートを打ち破ったのだ。生か死か、まさに紙一重だった。
その体でよくここまでと言いたいが、君にはもはや戦う力など残っていないようだ。これ以上死人に等しい君を相手に戦うつもりはない。さあ引きたまえ。戦いはまだ終わったわけじゃない。僕たちの誰かが一人でも生きている限り、息の続く限り、アテナを救うために戦いをやめるわけにはいかないんだ。どうしてもというなら仕方がない。行くよ。君にまだ戦う力が残っているのかね。ファイト。もう一度言う。君にはもう戦う力などない。死にたくなければここから立ち去れ。僕も言ったはずだ。生きている限り引くことはできないと。チェーンの回転で外側の空気を跳ね返せば家の根は届かないはず。どうかな。私の笛の音はそんな甘いものではない。私の笛の音は耳ではなく直接相手の頭脳に響くのだ。心悪しき者には死のメロディーとなって衝撃を与える。それがこのセイレーンの笛の音なのだ。まだわからないのか。自分はもはや戦う力など残っていないということが。僕たちは大胆にアテナを救い出す。ここで引くことはできない。僕は甘く見ない。ネビュラチェーン。リゾン、ウィナー。戦いは憎しみしか生まないんだ。本当の力を出してしまった。アテナの歌声。いや、歌声というより祈りのような。しかしこの恐怖は何だ。決して威圧的ではない。むしろ安らぎに満ちたアテナのコスモから大いなる恐れを感じるとは。アテナの歌声に少しばかり命を流れたが、結局は死ぬ運命だったようだな、アンドロメダ。まだだ。アテナはまだ諦めていない。僕だって諦めるものか。高まれ、僕のコスモよ。今こそ本当の僕の力を見せてやる。さあ来い、アテナのセイントよ。ファイト。清楚な顔に水。意外と往生際の悪い男だな。死ぬことも引くことも望みじゃない。僕の望みはアテナを救うことだけだ。これ以上君に付き合っているわけにはいかない。先ほどからポセイドン神殿の中で異常なコスモが放たれているのを感じ、何か異変が起こっているに違いない。きっとセイヤたちだ。私はすぐにでもポセイドン様のもとへ駆けつけなければならない。今度こそ人思いに死んでもらう。アテナを救わなければならないんだ。ここであなたに殺されたわけにはいかない。無駄だよ。大人、どうか引いてください。セイレーン、あなたは悪い人じゃない。セイレーン、何の音を。だって悪い人だ。あんな美しい笛の音が立てるわけないもの。聞く人の胸に染み渡る美しい旋律は。ウィナー、あなたを殺したくない。悪い人じゃないもの。本当の力を出してしまった。
なんだ、私の周りを取り巻くこの気流は。ネビュラストリーム、これであなたの動きは完全に封じられた。もはや笛を吹くことも容易ではないでしょう。バカな、あと一吹きで君の命は終わるのだぞ。この気流は相手の出方によって嵐に変わる。どうか敗北を認めて引いてください。僕はあなたを殺したくない。愚かな、このソレントが敵に後ろを見せると思うか。いかにストリームを強めようと、この最後の一吹きまで封じることはできはしない。セイレン、ダメだ。さあ、この笛の音のクライマックスを聞いて全ては終わるのだ。アンドロメダ、やめろ。僕は正しいことのために戦っていても、本当は誰一人傷つけたくはないんだ。レッドエンドクライマックス、ネビュラストーム。うわを、あの南大西洋の柱を早く倒さないと。強大なコスモの気配を感じて、自らの守る北大西洋の柱から動かないカノン。しかしそこで耳にしたのは、ソレントが守る南大西洋の柱が崩れ去る音だった。残りのブロンズどものコスモがポセイドン神殿へ向かっている。よせ、これ以上ポセイドンを刺激するな。ジュリアンの体内に眠るポセイドンが目覚めてしまう。それでは俺の野望が。それは面白いことを聞いた。マリーナであるお前が恐れるとは一体どういうことなのか教えてもらおうか、シードラゴン。いや、ジェミニのカノンよ。先ほどから立ち込めていたこの強大なコスモの気配はお前だったのか、フェニックス一騎。フェニックス剣魔剣、聞かせてもらうぞ、ポセイドンの秘密を。お前の頭脳に直接な。アテナを、先頃降臨なされたアテナを殺せだと。アテナだけじゃない、アイオロスを次期教皇に選んだ間抜けな教皇も殺してしまえと言ってるんだ。兄さん、いい加減正直になったらどうだ。確かに幼い頃から兄さんは心優しい神のような心の持ち主として育ってきた。だが俺は知っているぞ、兄さんの心に俺と同じ悪が眠っていることを。黙れ、お前のような悪魔を放っておくわけにはいかん。この兄の手でスニオン岬のイバローに幽閉してくれる。サガによってスニオン岬のイワローに幽閉された俺は、そこで幾度も視線をさまよった。その度にどこからか暖かく安らぎに満ちたコスモを感じて命を救われたのだが、そして俺はそのイワローの奥でポセイドンの三つ股の矛を見つけたのだ。さらに矛に導かれてこの神殿にたどり着いた俺は、アテナの壺からポセイドンの魂を目覚めさせた。だがポセイドンの魂はジュリアン・ソロの体内に宿り、再び眠りについた。これはまさしくこのカノンに与えられた好機。ポセイドンを永遠に眠らせたまま、神の名のもとに集まったマギーナたちを束ねて、このカノンが
全てを支配する神となるのだ。そうはいかんぞ、カノン。お前は、サガ。ポセイドンをうまく手玉に取ったつもりだろうが、神を欺いた大罪は決してお前を許してはおかん。ただひたすらアテナのために。己サガ、この偽善者め。ファイト。オールデンサガイアン。なぜお前がここに決まっている。カノン、神に代わってお前に制裁を与えるためだ。この程度サガイ、お前のような奴を偽善者というのだ。いつまでも悪の心を隠し通せると思うな。口をつぐめ、これほどとは。あなたはディメンション。同じ境遇に育ちながらお前は悪に染まったのと同じ境遇。それは違うぞサガ。俺には兄がいる。いつも光り輝き、俺を影に追いやる兄がな。オールデントライアングル。本気で行くぞ、覚悟しろ。オールデントライアングル。力のある者が欲しいものを手に入れてどこが悪い。そんなこともわからないのか。カノン、与えられた力だ。人々に与えて返す。いるか、もう腰ばっかり砕けるかも。最後を見せてやるぜ。黒いギャラクシオン王女。英語ビナ、お前はこの兄にまだ遠く及ばぬ。私にかなうものなど言わしないのだ。うわあ！サガが一気に。今のは全て幻覚だったのか。これで全てがはっきりしたぜ。いわばお前たちは兄弟揃って神になり損なったというわけだ。ジェネラルをことごとく攻め落とされ、眠っていたポセイドンも目覚めようとしている。お前の野望は今や風前の灯火よ。何？全て聞かせていただきました、シードラゴン。いや、ジェミニのカノンよ、あなたの野望も終わりですね。セイレン坊や、ライブラのクロスを。何をするつもりだ。もちろん最後に残った柱を破壊するのです。この戦いがポセイドン様の意志ではなく、あなたの企てだと分かった以上、全ては無意味だ。よく言った、セイレン。よせ、フェニックス。じゃあ、あとは任せろ。聞け、お前は先にポセイドン神殿に行け。カノイ、お前にはまだ聞くことがある。アテナの壺はどこだ。何？ポセイドンを封印するにはもう一度アテナの壺に魂を閉じ込めるしかあるまい。ああ、いえ、カノン、アテナの壺はどこだ。どこからでもかかってこい。一瞬のうちに葬り去ってくれるぞ。はい、と。俺の長年の野望をめちゃくちゃにしたお前らを絶対に許さん。俺に検証、お前の命だけでももらっておくぞ。できると思うか。
これほどとも。そんなに安くはないぞ。これほどとも。お前らのせいだ。お前らさえいなければ、この俺が大地と海を攻める神となれたものよ。アテナの戦意だ。この後に逃しを取ろうか。どうしたか。お前らの出撃はどうだったのか。カノン、このカノンの敵ではない。アテナの友のありかを言え、カノン。どうした。敵があるのだと。この程度何だ。アテナが俺の覚えがないとは言わさんじゃ。13年前、セリオの時の岩楼で何度もお前を救ったコスモ。ゲーム、カノン、クイナ、俺にはアテナがついているんでな。フェニックスを滅ぼすなど少子。そんなにアテナの壺のありかが知りたければ教えてやろう。アテナの壺はメインブレードウィナーの中だ。なんだと。あそこにあれば何人も手に触れることはできん。アテナともども未来永劫を眠り続けるのだ。どこへ行く、フェニックス。逃げる気か、貴様。カノン、お前はもはや戦うにも値しない男よ。何を。待て、一騎。カノン、本来ならあなたをこのまま生かしておくことはできない。神を欺いたばかりか。清らかなる世の訪れることを信じて集った同志まで、その罪死してなおあまりある。だがアテナに、彼女の歌に感じた恐れ、自分の身を犠牲にしてまで人々を守ろうとする彼女の大いなる愛、それを汚すわけにはいくまい。アテナのコスモはあなたをも守ろうとしているのだからな。それもわからないならカノン、確かにあなたは殺すにも戦うにも値しない男だ。